して奥山正幸キャプテンにお越しいただきました。 J2 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ホーム最終戦しっかり勝ち切って終えましたね。試合をまず振り返っていただけますか。まあ、難しい試合でしたけど、本当に今日駆けつけてくださった皆さんの力も借りて何とか勝ち切ることができました。本当にほっとしてます。奥山選手はキャプテンとしてチームを引っ張ってこられました。改めて J2 優勝して J1 昇格、今の気持ちを聞かせてください。本当にみんな選手みんな本当に頑張ったと思いますし、試合に出られない選手も責任を持って日々必死に汗を流して、試合に出てる選手はそういう選手の思いを汲んでピッチの中ではその思いを一緒に戦ってなんとか勝ち得ることができました。長年の夢こうやって叶えることができて本当に最高です。ありがとうございます。そして目標を達成できたのはサポーターの皆さんの後押しもあった方だったと思います。最後にサポーターの皆さんへ一言お願いします。本当にいつも素晴らしい声援後押しありがとうございます。まあ、今日ここにはいられなかったんですけど、まあ、ゼルビアのレジェンドコウタ君も絶対喜んでると思います。J2 優勝、J1 昇格、一緒に喜びましょう。おめでとうございます。